はいはい、どうもペンギンです。スターフォックスコマンド、パイロット紹介に引き続きエンディング紹介をやっていきたいと思います。前回パイロット紹介で30分使っちゃったのでパート分けてエンディング紹介をやっていきたいと思います。あ、ちなみにエンディング全部出したんですけどタイトル画面が変わったりメニュー画面が変わったりすることはありません。ギャラリーのエンディング、よし、エンディング見ましょうか。プロローグとかスタッフロールっていうのはまあいいですね。上から順番に行きましょうか。フォックスとクリスタル、再び平和が訪れた。フォックスは今回の作戦で友情や愛情の大切さを身に染みて感じていた。そして一行はスリッピーの恋人が待つアクアスを目指したのだった。アマンダは決意していた。自分もスターフォックスの一員となり、スリッピーと共にすることを。彼女を迎え入れた新生スターフォックスの活躍が再び始まるのである。一方、浄化されたベノムの海は激しい気象変化とともに生まれ変わろうとしていた。そこに降り立った一人の男はシュボーマン。彼がこの新しいベノムの主となるのだ。ということで、ここのエンディング、ちょっとメモ取ろうか。メモ。ちょっとガラガラとうるさいですけど。メモ取りましょうかね。ボールペン。だった。ですね、いろんなエンディング、マルチエンディングではあるんですけど、時系列が似てるところがありまして、ここの話では、まあ、アマンダがスターフォックスに加入と。スターフォックスに新しくアマンダが加入して、アッシュがベノムで何かをしようとしてるんですよね。まあ、まずこれが1個目のエンディングですね。じゃあ次行きますか。で、2つ目はさよならフォックス。さよならフォックスか。チームを自らの意思で解散し、クリスタルと平穏な生活を送ることにしたフォックス。新たな敵が現れたとしても彼が戦うことはないだろう。生まれてくる家族のためにも。2人の息子マーカスはすくすく育ち、成長し、一家は幸せな毎日を送っていた。後に彼は父の影響を受け、コーネリア軍パイロット士官学校に志願するのである。このクリスタルの衣装いいな。このピンクの服って結構僕好きなんですよね。で、父親のかつての職業に憧れていたマーカスは、信頼のおける仲間たち、スリッピーの息子やペッピーの孫娘、そして伝説のパイロット、ファルコと共にスターフォックスを再結成したと。すみません、咳払いが。これはですね、フォックスが引退をして、で息子のマーカスが新生スターフォックスを作ったと。まあそういうことですね。なのでだいぶ先の話だと思います。って思うのがこのファルコの靴ですよね。これ絶対ファルコンキャプテンファルコンの靴ですよね。そんな気がする。おそらくこのさよならフォックスっていうのは結構未来の話なんじゃないかなと僕は思いますけどね。ではアングラー皇帝いきましょうか。再びチームのメンバーが揃った。それぞれの思いを残しつつ今回の作戦は終了した。ライラット系の平和を取り戻したフォックスだったが、その境地は複雑だった。
それから数ヶ月、フォックスはクリスタルから衝撃の告白を受ける。ごめんなさい、フォックス。ウルフたちのところに戻るわ。彼女は再び去っていった。このフォックスの顔、情けなさすぎるだろう。何があっても後悔はしない。どんなことを言われようとも構わない。固い決意でウルフたちの元に戻ってきた。クリスタルはスターウルフとしての人生を歩み始めた。これでも、これでもなんか期待が違う気がするんやけど、右の青いのはクリスタルっていうのがわかるんですけど、でも多分上の真ん中はレオンなんですよね。で左上はパンサーなんですけど、この大きくこう出てるのがウルフェンな気がしないんですよね。まあいいか。でこれがクリスタルがフォックスを振る話やね。クリスタルがフォックスを振ってスターウルフに入ると。そして復活スターウルフと。アングラー軍を滅ぼしたのはスターウルフだった。彼らは見事に汚名返上に成功したのである。今日からお尋ね者ではない。彼らは英雄なのだ。しかしクリスタルは悩んでいた。街を歩けば裏切り者と呼ばれ行き場を失っていた。自分の行動が正しかったのか苛立ちを覚え、ウルたちからもやがて遠ざかっていった。その後彼女は過去を捨て去り、別の銀河でクラズワと名乗る凄腕の賞金稼ぎになっていた。惑星級で偶然クラズワと出会ったフォックスが彼女に気づくことはなかったそうだ。別の銀河でクラズワと名乗る凄腕の賞金稼ぎか。まあ、ここのエンディングではクリスタルが一度ウルフには入るんですけど、スターウルフには入るんですけど、スターウルフに入るも自分が嫌になって、嫌になって、まあ言い方悪いですけど逃げたっちゃ逃げたんですよね。うん、まあ逃げたにしときましょうか。説明しやすいですし、こっちの方が。そしてルーシーとクリスタル。彼女たちは帰ってくる英雄たちのためにごちそうを作った。やがてフォックスたちが帰還し、祝賀会は大いに盛り上がった。フォックスとクリスタルはそこで久々の再会を果たした。ペッピーとルーシーは数年前病に倒れ、この世を去ったペッピーの妻でありルーシーの母ビビアンの思い出を久しぶりに語り合っていた。話は朝まで尽きなかったと。フォックスとクリスタルはお互いの気持ちを打ち明けた。過去の思い出や未来のこと、そして彼女はチームに復帰、改めてフォックスと運命を共にする決心をしたのであると。これはまあフォックスとクリスタルは仲直りした話ですよね。仲直り。でもまた一緒に活動をしていくという、まあ、これはなんかそのフォックスが引退する話にちょっとつながっていくんじゃないかなとは思いますけどね。そしてアッシュの選択。ベノムに残ったアッシュは惑星再生のためその生涯を捧げる決意をしていた。彼は生まれ変わったベノムの広大な海から新たな生命の息吹を感じていた。数年後、資源豊かな惑星に生まれ変わったベノムに次々と移住者がやってきた。アッシュは指導者となり、自然と科学が見事に調和した惑星を作っていったのである。数十年後、ベノムはアッシュを中心に巨大帝国と化していた。宇宙の中心はベノムである。
アーシュの力強い演説に人々は熱狂し陶酔した。後にベノム軍は再びこの銀河の脅威となった。なのでここは数十年後、数十年後、ベノムが脅威になったと。これがね、なんかこうそのフォックスの息子のマーカスの話につながるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。そしてスリッピーの決心か。スターフォックスに別れを告げ、アマンダと結婚しアクアスで暮らすと決心したスリッピー。今の彼に迷いはない。これからは家族のために生きていくのだから。数年後、子宝に恵まれたスリッピーはこの上ない幸せを感じていた。子供たちは伸び伸びと育った。彼らの最高の楽しみは父親の昔の武勇伝を聞くことだった。それから数十年、年老いたスリッピーの日課は浜辺に集まってくる子供たちに武勇伝を聞かせることだった。フォックスたちは今頃どうしているのだろうと思いながら。これは完全にスリッピーの話ですね。スリッピーの数十年後の話。あんまりあれですね、ストーリーとは関係なさそうですね。どちらかというとスピンオフというかバックグラウンドに近いようなお話ですね。そしてピグマの逆襲と。ファルコは後悔していた。本来なら今頃フォックスたちと勝利を分かち合っているはずだったのに、仲間外れのファルコは一人宇宙をさまよっていた。その時キャットから通信が来た。もうスターフォックスなんてやめちまって、私たちで新しい遊撃隊を結成しようよ。落ち込んでいたせいもあり、この提案に素直に耳を傾けた。ファルコはコーネリア軍に所属していたパイロットアシュボーマンもチームにスカウトし、新たな遊撃隊スターファルコを結成。フォックスの公敵手となったのだ。これも若干パラレルワールドですね。ファルコがやつれてスターファルコを結成と。でここにアッシュがいると。アッシュがなんかね、結構こうキーパーソンなんじゃないかな。そして最後ピグマの怨念。ウルフたちに全てを奪われた気分だった。ファルコの慰めも虚しく、次々と出される料理を泣きながら食べ続けた。しかしファルコの意外な一言で彼らの運命は大きく変わる。ファルコの提案により、2人はパイロットを引退し、ファイターをレーシングマシンに改造、そして超高速銀河レース G0 グランプリに参戦を決めたのであった。やはり彼らは強かった。ぶっちぎりで優勝をし続け、その名を銀河中に知らしめた。今ではフォックスとファルコがスターフォックスだったことなど忘れ去られていたと。これは完全にパラレルワールドですね。では今までの話をまとめるとですね、まあ、ファルコがやつれてスターフォックス、スターファルコ結成はと、フォックスとファルコがやつれて F0 のなんか偽物みたいなになったのは、あれはパラレルワールドなので、まあ、あれはなしかな。でスリッピーの数十年後の話は、まあ、後々絡んでくるとは思いますけど、ストーリーに大きく関わってくるような気はしないので、これも一旦排除して、僕の勝手なイメージなんですけど、まあ公式的に発表もされてないですし、僕の主観で喋っていくとですね、もう一個あるんか。クリスタルがフォックスを振ってスターウルフに入ると、クリスタルがスターウルフに入るも自分が嫌になって逃げたっていうね。この2つはおそらく、まあフォックスと仲直りできたかできてないかによって変わってくるんですよね。で、できなかった場合の話で、
話やと思うんですよね。で、できんかった時、できんかった場合のことを考えると、まあおそらくクリスタルはスターウルフに入るけど自分が嫌になって逃げたというのが、まあ一個の一個にまとまるんじゃないかな。まあ、この、復活スターウルフですね。復活スターウルフとアングラー皇帝。まあ、アングラー皇帝があってからの復活スターウルフだと思いますけどね。要するにこの、フォックスに振られて、スターウルフに入って、復活スターウルフ、汚名返上して、汚名返上するも、なんかクリスタルは、こう自分が嫌になったという、多分これが、フォックスとクリスタルが仲直りできんかった時の場合の話。これなんか今話して気づきましたけどスターフォックスってスターフォックスコマンドって結局フォックスとクリスタルの話やん。まあいっか、イチャイチャしやがって。んでラスト、フォックスとクリスタルが仲直りする場合、僕の見解だと、まあ、このルーシーとクリスタル、このご馳走用意して待ってましたっていう話、これがあってスターフォックス、まあ、フォックスとクリスタルが仲直りして、クリスタルがスターフォックスに戻ってきましたと同時に、フォックスとクリスタルか、フォックスとクリスタルの話でアマンダも一緒に入ってきましたと。で、新生スターフォックスになりました。で、その後に、スリッピーの、数十年後の話が入ってくるのかな？スリッピーの決心。まあ、決心、まあ、どっかで決心をするんでしょうけど、スターフォックスを辞めるという決心があって、まあ、子宝に恵まれて、で、まあ、その後に、さよならフォックスか、さよならフォックスがあって、フォックスとクリスタルの間にマーカスが生まれて、で、そのマーカス、フォックスとクリスタルの息子のマーカスであったり、スリッピーの息子とか、ルーシーの娘が成長して、このさよならフォックスの最後につながって、その時におそらくアッシュの選択ですよね。数十年後、ベノムが銀河の脅威となった。その数十年後っていうのがアッシュがベノムをこう盛り上げてきて、ベノムが銀河の脅威にまたなったとなった時に、このさよならフォックスの最後に出てくる新生スターフォックス、マーカスが作った新生スターフォックスの敵がおそらくアッシュなのではないかなと僕は勝手に思ってます。で、そうこうしてる時にスリッピーは浜辺で子供たちに昔の武勇伝を話をしているという、そういう感じなんじゃないかな。なので、これかな。父親のかつての職業に憧れていたマーカスは信頼のおける仲間たち、スリッピーの息子やペッピーの孫娘、そして伝説のパイロットファルコと共にスターフォックスを再結成したと。このスターフォックスを再結成した敵がおそらくアッシュなんじゃないかな。ベノムでありアッシュなのではないかなと思ってます。これが僕のスターフォックスコマンド実況の全てですね。あー、終わった。まあ、最後までお付き合いいただいた方は本当に本当に長らくありがとうございました。僕の趣味に付き合っていただき本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。もう本当にこのゲームって趣味ですからね、趣味に付き合っていただけるって本当にありがたい、ありがたい、本当にありがたい。もうね、このスターフォックス愛を誰か一人に言ってもいいから分かってほしいけど、まあちょっと熱すぎるんでしょうけどね。まあ、僕の考えはそういうことです。フォックスが引退し、クリスタルと結婚して子供が生まれて、スリッピーも引退し、アマンダと結婚して子供が生まれて、ルーシーも将来結婚し子供が生まれて、でその未来ですよね、未来のこの上画面、上画面のこの未来になった時にちょうどアッシュがベノムをこうまたこう間違った方向に導いてしまったのではないかなというのが僕の未来のスターフォックスです。未来のスターフォックス話です。でせっかく Wii U でスターフォックスゼロ出したし、10月でしたっけ、スーパーファミコンミニ、スーファミミニ、ミニスーファミかな、ミニスーファミって言いにくいな、まあが出るので、でそれでスーファミ版のスターフォックスと未発売だったスターフォックス2がそこで入るので、僕はもちろん買います。なんとかして手に入れます。なんとかして手に入れて、スターフォックス初代スターフォックスとスターフォックス2を実況したい、実況したい。スターフォックス2はおそらくですけどパラレルワールドなんですよね。本来の時系列はスターフォックス64があって、その次に、まあ、さっきもじゃないな、前のパートでキャットのところで言いましたけど、スターフォックス愛しのファルコやったと思うんですけど、まあ、その漫画があって、スターフォックス64があって、愛しのファルコの漫画があって、スターフォックスアドベンチャーがあって、スターフォックスアサルトがあって、スターフォックスコマンドにつながるんですね。でスターフォックス2っていうのはおそらくそのアドベンチャー愛しのファルコとおそらくパラレルワールドなんじゃないかなと思います。まあ未発売の作品なので説明書もなければ攻略本もないんですよね。で名前だけ知ってて、まあ、実際僕エミュレーターで遊んだことはあるんですけど、エミュレーターで遊んだことあるって言っていいかわかんないですけど、まあ、見たことあるんですよね。でも、まあ、正直がっつりやってないんでよくわからないんですよ、どんなシステムなのか。まあ、ただそのウォーカー、スターフォックスゼロで出てきたアーウィンが変形して二足歩行するっていう、あれはスターフォックス2のアイディアなんですよね。で、このスターフォックスコマンドのゲームシステムはスターフォックス2のゲームシステムなんですよね。なので若干エッセンスは受け継いでるんですけど、スターフォックス2が実際どんな話、どんなストーリーなのかは分かんないです。ちなみに確か新キャラがおったような気もしますけどね。まあそんなので、まあ、僕はミニスーパーファミコン、ミニスーパーファミコンにかなりの期待を持ってます。はい、では長かったスターフォックスコマンド、これにて実況終了とさせていただきます。最初の方からずっと見てくれてた方は本当にありがとうございます。よかったらね、スターフォックスコマンドの実況はこれで終わりますけど、スターフォックス64の実況もちょっと中途半端な感じありますしね。リメイクって何回リメイクするねんってぐらいこのゲームリメイクされてるんで、まあどこを本筋と捉えるかは人それぞれでしょうけど、あとはスターフォックスアドベンチャーか、スターフォックスで実況できてないのは、まあスターフォックスアドベンチャーちょっと長いので、ゼルデン、あ暗くなった、そうそう、これほったらかすとね、ゲームパッド暗くなるんですよ。まあちょっと長いのでどうなるか分かんないんですけど、まあスターフォックス大好きなんで、スターフォックスの実況全部やりたいなと思ってます。はい、ではスターフォックスコマンドはこれにて終了とさせていただきます。よかったら他の動画もよろしくお願いします。またどこかでお会いできることを楽しみにしております。ペンギンでした。